公認問題をめぐり、世耕氏や旧安倍派議員たちが新党結成を画策しているとしたら、どんな影響が広がるかご存知ですか？今回の動画では、政治の票と裏で激しい動きが進む自民党の現状に迫ります。麻生太郎氏が高市早苗氏に対して用意しとけと、次期総裁選への強力な支援を約束したことから始まり、自民党内での分裂や新たな派閥の誕生が現実味を帯びています。党内の公認問題をめぐる対立が、新たな政治勢力の結成を促進する可能性が浮上していますが、これが与党自民党にどのような影響を与えるのか、党内のバランスが崩れるリスクが高まっています。また、高市氏自身の逆転劇にも注目です。彼女が歌方候補と揶揄されながらも、支持を集め、徐々に台頭してきたその背景には、何があったのでしょうか。麻生氏の支援を受けた彼女が、党内の対立を乗り越え、どのように逆境を跳ね返してきたのか。その過程には多くの困難がありましたが、それが彼女の存在感をさらに強めたのです。そして、高市氏が発足させた日本の力研究会が、どのようにして党内の政治グループの一つとなり、既存の派閥を揺るがす存在になっていったのかも取り上げます。党内の一部からの圧力にもかかわらず、彼女は政策とビジョンを掲げ続け、党内の支持を着実に集めていきましたが、この動きがどのような波紋を広げているのかは興味深いところです。自民党内の緊迫した状況と、今後の日本政治にどのような影響を与えるのか、その裏側を紐解いていきます。それでは麻生太郎氏が高市早苗氏に支援を表明した背景について始めましょう。麻生太郎氏は、日本の政治界で長く影響力を持つ実力者であり、常にその存在感を示してきました。しかし、今回特に注目されるのは、高市早苗氏への全面的な支援を明言した点です。麻生氏は、次の自民党総裁選に向けて、高市氏に対して用意しとけという言葉をかけました。この言葉には、単なる励ましや表面的な支持以上の意味が込められていると感じられます。長年の政治経験と権力闘争をくぐり抜けてきた麻生氏が、自らの影響力を最大限に生かして高市氏を押し上げようとしているのです。麻生氏は、自身が培ってきた人脈や党内での影響力を駆使し、高市氏の立場を強化しようとしています。特に興味深いのは、麻生氏が安倍晋三元総理と同じく、保守派としての立場を持ちながらも、そのアプローチが独特であることです。麻生氏は、どちらかといえば自ら前に出るタイプの政治家ではありますが、今回は背後から高市氏を支援するというスタンスをとっています。これによって、高市氏が表舞台に立ちやすくなり、麻生氏自身はその後ろ盾としての役割を果たそうとしているのです。一方で、麻生氏がここまで高市氏を支援する背景には、党内の複雑な力学が存在しています。自民党内では、常に派閥の争いがあり、その中で次期総裁選に向けた駆け引きが繰り広げられています。麻生氏が高市氏を推すことで、他の派閥や候補者たちとの力関係が変わりつつあるのです。特に、安倍派や石破派との対立が顕在化する中で、麻生氏の支援がどのように作用するのかが注目されています。これにより、麻生氏自身の派閥の存在感を高める狙いもあると考えられます。また、麻生氏の支援には、高市氏のこれまでの政治的なスタンスや実績が大きく影響していると考えられます。高市氏は、強固な保守派としての立場を明確にし、特に安全保障や憲法改正などの課題に積極的に取り組んできました。そのため、麻生氏のような保守的な政治家からの支持を得ることは自然な流れと言えるでしょう。加えて、高市氏は、前回の総裁選ではわずかな差で敗北しましたが、その過程で多くの党員や支持者から高い評価を受け、着実にその存在感を増しています。こうした背景が、麻生氏の全面的な支援の理由の一つとなっているのです。しかし、麻生氏が高市氏に対してここまでの支援を表明したことは、党内で一部の反発も生んでいます。麻生氏の支援が高市氏を強力に押し上げる一方で、他の候補者たちにとっては脅威となり、特に派閥内での対立が一層激化する可能性が高まっています。党内の一部では、
麻生氏があまりに強引に高市氏を推しているという批判もあり、これが今後の総裁選における大きな焦点の一つになるでしょう。また、麻生氏自身が持つ派閥内での強権的な姿勢が他派閥との衝突を招き、党内の結束が乱れるリスクもあると指摘されています。とはいえ、高市氏にとって麻生氏の支援は非常に大きな意味を持ちます。特に、前回の総裁選での敗北を経験した後、次の総裁選に向けての再起を図る高市氏にとって、麻生氏の後ろ盾は大きな武器となるでしょう。麻生氏が持つ党内外での影響力は無視できないものであり、高市氏がその力を最大限に生かすことができれば、次回の総裁選での逆転劇も十分に期待できるのです。さらに、麻生氏の支援には、安倍晋三元総理との関係も重要な要素として挙げられます。安倍氏は高市氏の政治的師匠ともいえる存在であり、その意思を継いで保守派としての旗を掲げ続ける高市氏にとって、麻生氏の支援は安倍氏からのバトンを受け取るようなものです。麻生氏もまた、安倍氏との強い絆を持っており、安倍氏の意思を継ぐ者として高市氏を支援することに意味を見出していると考えられます。このように、麻生太郎氏が高市早苗氏を支援する背景には、党内外の複雑な力関係や安倍晋三元総理との関係が深く関わっています。高市氏にとっては、麻生氏の後押しを受けて次期総裁選に向けて準備を進めることが大きな転機となるでしょう。麻生氏の支援がどのような形で実を結ぶのか、今後の動向に注目が集まっています。次は、自民党の分裂と新党結成の可能性についてです。自民党内での対立が深刻化している中、党が分裂する可能性が浮上しています。特に、公認問題をめぐる不協和音が大きな引き金となりつつあります。近年、党内の派閥間の調整が難航し、選挙に向けて公認を得られるかどうかが、各議員の命運を左右する重要な要素になっています。しかし、こうした背景には党内の権力闘争や派閥の利害関係が絡んでおり、麻生太郎氏の動きがその焦点となっているのです。麻生氏が支援を表明した高市早苗氏の存在は、党内の勢力図を大きく変える可能性があります。高市氏は、前回の総裁選で惜しくも敗れましたが、党内外からの支持を集め続けており、次期総裁選では有力な候補の一人と目されています。こうした高市氏の躍進に対して、他の派閥からは強い警戒感が漂っています。特に、旧安倍派や世耕氏を中心とするグループは、麻生氏が高市氏を全面支援することで、党内のバランスが大きく崩れることを懸念しているようです。このような状況下で、分裂の火種となるのは、やはり公認問題です。自民党内では、次期選挙に向けて公認をめぐる調整が行われていますが、党の執行部がどのような基準で候補者を選ぶかが大きな課題となっています。特に、旧安倍派の議員たちが公認を得られるかどうかは微妙なところです。もし公認が得られなければ、新たな政党の結成も現実味を帯びてきます。一方で、麻生氏のような有力な政治家が高市氏を支援することで、自民党内の対立が一層激化する可能性が高まっています。麻生氏は、自らの影響力を行使して高市氏を総裁候補として押し上げる一方で、他の派閥に対しては厳しい態度を取ることも辞さない姿勢を見せています。これが、党内での不満を増幅させ、分裂の危機を招く要因となっているのです。さらに、旧安倍派を中心とする議員たちは、高市氏を支持する麻生氏に対して強い反感を抱いています。彼らにとって、安倍晋三元総理が築き上げた政治基盤を守ることが最優先であり、高市氏がその後継者として台頭することには一定の理解を示すものの、麻生氏が前面に立って党内を動かすことには反発しています。こうした背景の中で、公認をめぐる争いが激化すれば、党内の分裂は避けられない状況に陥るでしょう。もし自民党が分裂し、新党が結成されるような事態になれば、国内の政治情勢に大きな影響を与えることは間違いありません。特に、新党が保守系議員を中心に結成されれば、現政権にとって非常に強力な対抗勢力となる可能性があります。
麻生氏や高市氏を中心とする新党が誕生すれば、自民党は一気に弱体化し、政権運営が難しくなると考えられます。このシナリオは、今後の政治情勢を大きく揺るがす要素となるでしょう。また、麻生氏や高市氏が中心となって新党を結成する場合、その支持基盤は相当な力を持つことが予想されます。高市氏は、保守派の象徴的な存在であり、彼女の政治的スタンスに共感する議員や党員は多いです。加えて、麻生氏の人脈や影響力を考えれば、政界再編が現実のものとなる可能性が高まっています。一方で、麻生氏が高市氏を支援し続ける限り、党内での対立は避けられず、特に公認問題をめぐる争いが激化するでしょう。執行部がどのような決定を下すかに注目が集まりますが、最悪のシナリオとしては、自民党が分裂し、複数の新党が誕生するという事態も考えられます。これは、党内外での政治的な混乱を引き起こし、国民の政治不信をさらに高めることになるでしょう。麻生氏が高市氏を支援することで、自民党内の分裂の火種が一気に拡大していることは否定できません。今後、公認問題がどのように解決されるのか、また、党内の派閥がどのように動くのかが、大きな焦点となります。次は、高市早苗氏の総裁選における逆転劇についてです。高市早苗氏は、前回の自民党総裁選で苦しい戦いを強いられました。特に、初期の段階では支持率が低く、党内の一部からは歌方候補とまで言われる状況でした。しかし、彼女がその厳しい状況からどうやって逆転に至ったのか、その背後には緻密な戦略と彼女自身の強い信念がありました。まず、高市氏の逆転劇は、麻生太郎氏をはじめとする強力な後ろ盾の存在によって実現したといえます。麻生氏の全面的な支援を受け、高市氏は一気に注目を集めるようになりました。この支援は、彼女のイメージを大きく変える要素となり、彼女を総理にふさわしいリーダーとして支持する声が増え始めたのです。しかし、この動きは一部の党内勢力にとって不快なものであり、彼女が浮上するにつれて反発も強まりました。特に、旧安倍派の一部や石破派の議員たちからは、高市氏の台頭に対する警戒感が強まりました。彼女がもしも総裁に選ばれることになれば、自分たちの立場が脅かされると感じていたのです。そのため、彼らはあらゆる手段を使って高市氏の支持を削ごうとしました。これは、党内での一種の足の引っ張り合いとも言える状況であり、総裁選が進むにつれて、その動きはますます露骨になりました。しかし、こうしたネガティブな動きにもかかわらず、高市氏は冷静に対処しました。彼女は自らの主張を強く押し出すことで、支持を集め続けました。特に注目すべきは、彼女の政策が党内外の多くの保守派に響いた点です。高市氏は、経済安全保障や防衛問題、憲法改正など、現代日本が直面する重要課題に対して明確なビジョンを示し、その説得力ある論調で支持者を増やしていきました。これは、彼女の逆転劇を支える大きな要因の一つとなりました。さらに、高市氏は選挙戦術の面でも巧妙に動きました。彼女は、党内の無派閥議員や若手議員をターゲットにし、彼らと直接対話を重ねることで、支持を取り付けていきました。この地道な活動は、最終的に彼女の支持基盤を強固なものにし、逆転劇を可能にしたのです。しかし、こうした努力の裏には、多くの困難もありました。彼女が一度は歌方候補と揶揄されたことに象徴されるように、党内には彼女のリーダーシップに疑念を抱く者も少なくなかったのです。高市氏が直面したもう一つの大きな問題は、メディアの扱いでした。総裁選の初期段階では、メディアの報道は高市氏に対して非常に冷淡でした。他の有力候補たちと比べて、彼女の政策や発言が大きく取り上げられることはなく、むしろ彼女の過去の発言やスタンスがネガティブな形で報じられることが多かったのです。これは、彼女の支持率を押し下げる要因となり、総裁選に向けた彼女の道のりをさらに厳しいものにしました。しかし、彼女はそのような状況にもこもめせず、戦い続けました。高市氏の特徴は、
その強靭な意志力にあります。どんなに批判されても、どんなに厳しい状況に置かれても、彼女は一歩も引かない姿勢を貫きました。これが逆転劇を生む大きな要因となったのです。彼女の毅然とした態度は、特に保守派の支持者たちから高く評価され、次第に支持が広がっていきました。とはいえ、彼女が完全に勝利を手にするまでには多くの課題が残されていました。高市氏が支持を集める一方で、党内では依然として彼女を支持しない勢力も強力に存在していたのです。特に党の上層部や小参議員たちの中には、彼女のリーダーシップに疑問を呈する者が少なくなく、総裁選が進むにつれて党内の分裂がさらに深刻化しました。このような状況下で、高市氏の戦いは非常に厳しいものとなりましたが、彼女は最後まで諦めることなく戦い続けました。彼女の姿勢と政策は多くの国民に支持され、次第にメディアの扱いも変わり始めました。最終的に彼女が総裁選を勝ち抜くことはできなかったものの、その戦いぶりは多くの人々に強い印象を残しました。そして高市氏の逆転劇は、今後の日本政治においても重要なターニングポイントとなるでしょう。最後に、高市早苗氏を中心に展開された日本の力研究会の設立とその影響についてです。日本の力研究会は、高市氏が中心となって発足させた政治勉強会であり、これが党内外での大きな話題となりました。この勉強会は、日本の外交や防衛、経済安全保障など国の基本的な力を強化するために設立されました。特に政治の中枢で実際に議論されるべきテーマを深く掘り下げる機会として、多くの議員たちに参加が呼びかけられました。しかし、この動きには賛否両論があり、特に自民党内の一部からは厳しい批判が寄せられることになりました。この研究会は、当初から高市氏の政治的野心を反映したものであるという見方が強く、彼女が次期総裁選を見据えて派閥作りを進めているとの声がありました。特に自民党内での保守派を中心とした勢力拡大を目指す高市氏にとって、この研究会は重要な拠点となりました。しかし、これに対して反発する勢力も多く、特に党内の主流派や既存の派閥からは、この動きが自民党の団結を崩すものとみられ、批判が集まりました。世耕幹事長をはじめとする自民党内の幹部からは、勉強会の設立自体に対してタイミングが悪いとの指摘がなされました。特に政府与党が難しい政策課題に直面している時期に、新たな政治グループを形成することは党内の分裂を招きかねないとの懸念が広がったのです。こうした批判に対して、高市氏は一歩も引かず、勉強することに何が問題なのかと反論しました。彼女は、政治家として知識を深めることの重要性を強調し、あくまでこの勉強会が政策研究の場であることを主張しましたが、党内の一部には高市氏が自らの派閥を築くための布石だと考える向きが強かったのです。この日本の力研究会のもう一つの興味深い側面は、参加者の変動です。発足当初、約50人の議員が参加を表明していましたが、その後、参加者数は減少しました。この減少の背景には、党内からの圧力があるとされています。特に、他派閥の幹部たちが、自らのグループから高市氏の勉強会に参加することを事実上禁じたことが要因の一つと考えられます。党内の一部では、こうした圧力が露骨な妨害として批判されましたが、それでも参加者数が減少していく現実を前に、高市氏の側も手を打つのが難しかったとされています。さらに、この研究会のもう一つの重要なポイントは、安倍晋三元総理との関係です。実は、この勉強会の発足は、安倍元総理の意思を受け継ぐ形で行われたものです。安倍氏が生前、高市氏に対して定期的に勉強会を開き、保守派の結束を強化すべきとの助言をしていたことが、後に明らかになりました。高市氏にとって、安倍氏の意思を受け継ぐことは極めて重要であり、彼女自身の政治的な方向性とも一致していたため、この勉強会の発足はある種の使命感に基づくものであったといえます。しかし、安倍氏の死後、彼の意思をどう継承するかをめぐって、
党内での対立が激化しました。特に旧安倍派の一部からは高市氏があまりに前面に出ることに対して警戒感が強まっていたのです。彼らにとっては安倍氏の意思をどのように守り続けるかが大きなテーマであり、その役割を高市氏に委ねることには一抹の不安があったとされています。こうした背景が日本の力研究会に対する党内の支持を揺るがせる一因となりました。また派閥間の駆け引きが激化する中で、この勉強会はさらに注目を集めることとなりました。高市氏が日本の力研究会を通じて新たな政治グループを形成し、総裁選に向けた基盤を整えようとしているのは明らかであり、この動きが今後の自民党内の力学に大きな影響を与える可能性があります。特に次期総裁選が近づくにつれて、この勉強会がどのように機能していくのかが注目されます。日本の力研究会は高市氏がリーダーシップを発揮する場として今後も重要な位置を占め続けるでしょうが、その過程で多くの障害が立ちはだかることも予想されます。勉強会自体が党内の分裂を助長するリスクもあり、その舵取りは極めて難しいものになるでしょう。それでも高市氏の強い意志と彼女の掲げる政策が支持を集め続ける限り、この勉強会は彼女にとって強力な武器となる可能性があります。ここまでご覧いただきありがとうございます。自民党内の公認問題や派閥間の対立が今後の日本政治にどれほどの影響を与えるのかはまだ予測が難しい状況です。しかし麻生太郎氏が高市早苗氏を支援する姿勢は、党内の分裂や新党結成といったシナリオを現実のものとするかもしれません。私自身今の政治情勢を見ていると、これまで自民党が保ってきた安定性が崩れ始めていると感じています。派閥間の争いが表面化し、党内での一致団結が困難になれば、与党としての自民党はその求心力を失い、今後の選挙においても大きな打撃を受けることでしょう。特に公認問題をきっかけにして世耕氏や旧安倍派の議員たちが新党結成に動けば、自民党の勢力は分裂し、野党との対立軸がより複雑化していく可能性があります。一方で保守派の象徴としての高市早苗氏の台頭は政治的な流れを変える大きなチャンスでもあります。麻生氏が全面的に支援することで、高市氏が次の総裁選でどのような戦いを見せるのか、今後の展開から目が離せません。さて皆さんはどう感じましたか？自民党がこのまま分裂の道を進むのか、それとも一致団結して次の選挙に向けて立て直すことができるのでしょうか？麻生氏の動きや高市氏の逆転劇について、また新党結成の可能性について、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。皆さんの意見が今後の議論のヒントになるかもしれません。